ヘラルドゥス・ドミニクス・ヒュアシントゥス・ミューレンは、オランダ出身のサッカー選手。北ホラント州フォレンダムで生まれ、同じく、オランダ代表となったアーノルド・ミューレンの兄である。ヘリー・ミューレンは、FC ・フォレンダムでキャリアをスタートさせた。1968年から1976年に、かけてはアヤックスでプレーし、ヨーロピアンカップで3回優勝した。在籍中、 テルスターとの試合で、アヤックス通算1000番目のゴールを挙げ、1972から73年のヨーロピアンカップ、準決勝セカンドレング、レアルマドリードとの試合では、決勝点となるゴールを決めた。アヤックスを離れた後、レアルベティスに在籍した。在籍中の1977年に、チームはコパデルレーで優勝しているが、外国人の出場が不可能であったため、 出場できなかった。その後に在籍した、成功体育会では在籍中に二度リーグ、優勝している。1983年、DS79 でエールステディビジーに優勝し、クラブはエールディビジーに昇格するが、翌年の契約は得られず FC フォレンダムへ移籍して、選手生活を終えた。オランダ代表として10試合に出場。 九百六十九年十一月のイングランド戦で初出場。九百七十三年十一月のベルギー戦が最後の出場となった。選手を引退した後は、アヤックスのスカウトとして働き、骨髄異形成症候群により、故郷のホレンダムで六十七歳で死去した。ムレンジャールダスディモニカスハイアシンサスムレンブドフュートバル、二千十一年十月十八日へ閲覧。 ABC リスト・オブ・インターナショナル・オピラン・セズアット。RSSFHTTPnosNL s アルティカル。五十五番二千九百七十三。GD 無縁マイナス六十七。オーバーレデン HTML。一九百七十から七十一ヨーロピアンカップアット RSSF s、F。一九百七十一から七十二。ヨーロピアンカップアット。 RSSSF1972 から73ヨーロピアンカップアット RSSSF ハット、ジェリームレンオーバーレデンエイジャックスハットエルリアル、ベティスガルダラウンミヌトデシレンシオアンテールオレンピケ、リオネイエヌメモリアデジェリームレンリアルベティスハット、フォールスムレン、イストリコフガドールビタイコアントレ1976、Y1979。ABC デシビラ、2017年4月22日、閲覧。 ムレン、ジェリー。national-footbal-teams.com l。2017年4月22日閲覧。エインヒストリッシェダグ FC、ドルトレヒトハットウード DS、スピーラージェリームレンオーバーレデン FC、ドルトレヒトハットウード、ブートボラージェリームレンオーバーレデン、RTV ノードホラント。ありがとうございます。